カール・サンドバーグカール・サンドバーグはアメリカの詩人で作家・編集者。スウェーデン系アメリカ人。もともとの名字はダニエルソン。父親がサンドバーグに変更した。エーブラハム・リン・カーンの伝記の執筆で知られる。この本でピューリッツァー賞を受賞している。スウェーデンからの移民の子供としてイリノイ州ゲールスバーグに生まれる。 父親は家事屋で鉄道でも働いた。彼はイリノイ州の中西部で育った。サンドバーグは13歳の時に学校を辞め、様々な仕事を転々とした。その中では画家として働いたこともある。彼は志願兵として米西戦争に参加、1898年7月25日のプエルトリコのグアニカ上陸作戦にも参加したが、 戦闘には参加していない。彼は陸軍士官学校の入試で、彼の言葉によれば文法と計算で失敗。その2週間後、距離ゲールスバークのロンバード大学に入学する。しかし、1903年、卒業証書を手にすることなく、大学を退学。ミルウォーキーで社会民主党に入党し、社民党市長エミル・ザイデルの秘書になった。社会民主党の関係で、 リリアンス体験の面識を得る。彼女は写真家、エドワードス体験の妹で、彼は1929年にエドワードス体験の伝記を執筆している。カール・サンドバーグとリリアンス体験は、1908年に結婚し、夫婦には3人の娘が生まれた。第一次世界大戦中、彼は戦争特派員であった。 サンドバーグはで1912年から1928年までシカゴとその近郊に住み、シカゴデイリーニュースとデイブックの記者として活動した。1904年には最初の詩集を出版する。1916年に出版した詩集シカゴ詩集で彼は一躍有名になる。その中で彼はシカゴを次のように表現している。世界のための豚と札者、器具制作者、 小麦の咳上げて、鉄道の賭博し、全国の貨物取扱い人、ガミガミとなる、ガラガラ声の喧嘩早いでっかい方の都市サンドバーグの、ロータバガストーリーズの表紙カール・サンドバーグは、詩集、シカゴ詩集の執筆当時、この建物の部屋に3年間にわたり住んでいた。建物は今日では、シカゴのランドマークとなっている。詩人としての彼は20世紀初頭のシカゴルネッサンス。 の重要人物の一人であった。彼は頻繁に中西部の労働者階級の言語を使用し、彼はまたアメリカのフォークソングの収集も行った。彼の詩集でも彼はピューリッツァ賞を受賞している。彼の子供向けの物語1920年のロータバガストーリーズとロータバガのハトはよく知られている。1923年からその中で彼は ヨーロッパの子供読み物の中に出てくる騎士や妖精の代わりにアメリカの中西部を背景に使っている。有名な六巻本のリンカーン伝もシカゴで執筆が始められた。リンカーン大草原の時代1926年からリンカーン南北戦争1939年まで並びに成長するアブラハムリンカーン1928年、そしてリンカーンの妻、 マリー・リンカーンの電気戦1932年まで。1940年彼はリンカーンに関する仕事でピューリッツァー賞を受賞している。1959年には指揮者アーロン・コープランドがニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団と演奏したリンカーンの肖像というレコードでグラミー賞を受賞している。彼の唯一の小説リメンバランスロックは1948年に 刊行されている。彼は自助伝風の作品も残している。彼は5度映画やテレビのための脚本も執筆している。最初の脚本は1941年の記録映画で爆撃機というもの。古住止めになるエドワードス体験が企画した人間家族という展覧会のカタログのため序文を寄せたこともある1928年。彼は ミシガン州のハーバートに転居する。ここで彼は1930年代の経済危機に対して社会主義運動の側で積極的に活躍した。1945年以降、ノースカロライナ州フラットロックの今日は国立公園局によって管理されている彼の財産コネマラに住んだ。サンドバーグがそこでくつろいで執筆に打ち込んでいる間、彼の妻は農業に勤しんだ。 英語版より、バスイヒアイズ・アン・イン・コンプリート・リスト・オブ・ブックス・ンド、アンタラジス・パブリッシュド・バイ・サンドバーグ、カール・サンドバーグ・ハウス。シティ・オブ・シカゴ・デパートメント・オブ・プラニング・アンド・デベロップメント、ランドマークス・ディビジョン、2008年10月24日、閲覧。ジェリー・メイソン、ザ・ファミリー・オブ・マン、プロローグ・バイ・カール・サンドバーグ、ミュージアム・オブ・モダン・アート、ニューヨーク1955。 オンラインセレクションズフロムサンドバーグエスポエトリーありがとうございます。